めっちゃさ、めっちゃ風が強いんやけど、今日。さっき髪がファッサーって言ってさ、大変なことになった。ありがとう。ワンコがお散歩してる。かわいい。東京向かってる。ありがとうございます。めっちゃ眩しい。とかめっちゃいい天気なんだけど今日。朝から頭痛で、別に雨じゃないのにさ、いや雨の日は結構頭痛のことが多いんですけど、太陽やばいんだけど。あ、確かよろしく。お、ありがとう。さ、薬飲んだけどまだ痛い。太陽。シートベルトが似合う。それ嬉しいかな。神々しいでしょ。今から夜して渋谷に向かいます。待ってるね。確か行きたかったけど、どうやら体調がダメみたい。そっか。音声が変。今も？変。いいです。いけたかな？
車のさ、Bluetooth に繋がったんだね。おもろすぎる。車となんか電話しとったんだけど。車と電話してました、あれよ。車と Bluetooth が繋がって、なんか、変な感じになってた。勝手に Bluetooth 繋がってました。ウケる。リフトありがとう。この前繋いだんですよ、リオの携帯を繋いだばっかりで、あの音楽聴くのに。そしたら勝手に繋がれたんだけど。大阪の往復新幹線のチケット買った？来るの？え？雨降ってるの？そっち？マジ？移動中は休めそうかな？頑張って寝ます。頑張って寝る。明日は行きます。ありがとう。確かに僕の太陽ほんまやん。私かゆくありがとう。初めてなんだけど、こんなこと。いける。半目で止まった？やだ。半目で止まらないで。やめて。やめてください。あ、いつも通り？あ、こもってたの？そうなんじゃ、リオ全然気づかんかった。あ、そういうことか。雨降ってる。メーナはオチだよ。今日はね、メーナがいってらっしゃいしてくれたんですよ。プーちゃんは寝てたので。プーちゃんはよく寝るんですけど、メーナは早起きなんですよ、いつも。そう、いつもね早起きだから、メーナがいってらっしゃいってしてくれました。東京まで何時間？4時間ですね。りょうつんは車用意します。する。頭痛が治んないですね。薬ってさ、飲んだ後に何分後に効くんだ。30分とかかな。じゃあまだか。まだ30分経ってない。早く30分経って。今日は4時起きなので、ちょっと眠いですね。眠い。いや、昨日早く寝るつもりだったのに、あのやることやっとったら、あのめっちゃ寝るの遅くなっちゃった。そう。
給食そうバンバンジーねバンバンジーがいや普通に美味しかったんですけど、でマーナがタレも一からマーナが作って美味しかったんですよ、美味しかったんですけど、バンバンジーじゃなかったなんかササミのサラダみたいなササミとキュウリのサラダみたいな感じなんかみんな結構大きめ、なんか結構歯ごたえのある方が好きだから、マーナがキュウリとかも大きめに切ったんですよ。大きめに切ったらもうただの野菜スティックみたいな感じでささみとキュウリのサラダみたいになっちゃってバンバンジーではなかったけど、まあでも美味しかったですよ、ヘルシーで。みんなで笑いながら食べました。ギフトありがとう。いやそうマジでどこでもドア欲しい、どこでもドア。寝不足で、あ、それもあるかな。そうだってキュウリがさこんぐらい太くてさもうサラダでした。仕事なければ今日会いたかったな。お仕事頑張ってね。岡村家に住みたい。岡村家いいですよ。まあの細く切るの面倒になっちゃった？だから岡村家は。歯ごたえのある方が好きだからわざとマーナが太く切ってくれたんですよね。さっきも言いましたが、そしたらサラダになっちゃった。なんか太陽がなんかやだ。リオにかぶってくる太陽が。ゲットありがとう。今日よろしく。あ、ありがとうございます。お姉ちゃんがいますよ。その時は人いっぱいいたの？いましたよいなかったって言ったら寂しいうわっ、うん、寂しい。いましたよ。一番来るのは今日なので人が。一気に太陽が来るけんさ、リオがおらんくなるんだけど、一瞬リオが消えるんだけど。未前方です。
え？めっちゃ前に出てるじゃん。今日私かい。ひっそり？堂々と来てください。ひっそりではなく、50、53分になったら大丈夫です。今度は真正面から来た太陽。好かれてますね、太陽に。今日は私かい。これから飛行機で行くよ。飛行機？ビューン。皆さん、今日1部2部3部明日もなんですけど、今日と明日は部によって衣装が変わるので、3着着ますので、ぜひ3着とも見に来てください。でも本当に今日と明日のリオはリオはってリオはレアですね。今日と明日しか見れない。しかももう15歳本当にあとちょっとだから、多分明日が15歳のリオに会うラストの機会なので、だって7はみんなに会えないから、今日5でしょ、明日6。ぜひね、15歳から受け取ってください。嬉しいよね、なんかさ、15歳のうちにさ、みんなにさ手渡しできるの嬉しい。ありがとう。バイバイ15歳。前髪かわいいって言ってくれたの？そう、昨日切ったんですけど、ちょっとね、誰も気づいてくれなかったので。おもろいでしょ、15歳を15歳から受け取る、いいよね。渋谷のお店のパネル目立つところにある。本当？見よう。昨日は気づくの遅くなってごめんなさいって。謝らなくていいよ。あと15年で30歳。え、
え、なんかそう考えたら嫌だね。え、嫌だね。嫌なんだけど。年取りたくない。まあでも言うて長いか。15年この世に誕生して15年。まあ長かったですねそれがもう一回あれば30ってことだから、まあまだまだ先ですね。でもあと20歳まではあと4年。16になったとしたら4年。早いな。だから10歳、10ってさ20歳の半分じゃないですか。だからなんか2分の1成人式みたいなのをやった記憶がある。学校で小学校の時に2分の1成人式みたいなのをやって、でなんかお花、あ、折り紙なんですけど折り紙のお花と、あとなんかマーナとパーナから手紙みたいなのがありましたね。2分の1成人式懐かしい。ニヤニヤした。20歳過ぎたら早い？なんか早そう感覚的に。確かに20になったら一気に早そう。ティフの役で買った分も今日受け取りに行く。お、嬉しい。もうすぐ飛行機？ビューンしてください。初見さんありがとうございます。フォローしてください。あと2分。自己紹介で年齢のも変わる？変わるね。もうリオ絶対さ言い間違える自信しかないんだけどしかも誕生日当日にさ公園あるけさ絶対15歳って言いそう。やばい。2分の1成人式。東京着いた？うん。何歳になっても可愛い？ありがとうございます。まつげ上がっております。岡村リオ、まつげが上がっております。ご覧ください、まつげが上がっております。いやそうだよね、配信とかもさ10時までできるようになるけさ、また生活習慣が変わりそう。だって8時から9時までできるようになった時も結構変わったから、変わりそう。あげあげまつげ上がってるとテンション上がるよね。気分あげ今日満点の可愛さやったー。でもこれちょっと薄くなったくない？もう治りかけなんですけど薄くなった。
あ、53分だ。壇上を読みたいと思います。13位からだったよねあれ何位から読んだったっけ。14位、あれ13位、ん14位、13位か。わー、眩しい、やばい、これもうリオ消えるんだけど、やばい、消えてる、消えております。13位、あ、変わっちゃった、ちょうど13位、コアラさん、ありがとうございますいや、めっちゃもう真正面から来てますよ、やばい、首がない人みたい、見てこれ、首がない人なんだけど、ちょっと待ってどうしよう無理、もう真っ白やめてくださいいじめてくる、太陽が、ダメだよいじめは、こら太陽め、いじめは良くないぞ。はい、仕切り直し。12位、鈴鹿さん、ありがとうございます。11位、セカンドハーフさん、ありがとうございます。10位、あやさん、ありがとうございます。9位、じゅんさん、ありがとうございます。8位、シャガラピーさん、ありがとうございます。7位、ヨネツンさん、ありがとうございます。6位、メタボさん、ありがとうございます。5位、シュウさん、ありがとうございます。4位、ヨシココくんさん、ありがとうございます。3位、広島校パセリさん、ありがとうございます。2位、ルカさん、ありがとうございます。そして1位はドゥル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 、バンバンバン、ナーラブさん、ありがとうございます。確かにサングラス持っとこうかな、サングラスです、ありがとうございました。レフ版レフ版やばいありがとう。それでは皆様、今日10月5日、え、やばい、あともうちょっと10月5日は今日ですね、写真集の岡村リオファースト写真集15歳のお渡し会が HMV&BOOKS 渋谷店さんにて行われます。イエーイ。はい、当日券もあるので、もしね券を持っていない方もぜひリオからお渡しできるので、予定が合えばぜひ来てくれると嬉しいです。渋谷にて待っております。パネル展もやってるのでぜひ見てください。あと部によって3部あるんですけど、部によって全部衣装を変えるのでぜひ全部会いに来てください渋谷の女、渋谷の女です。東京に行きます。それでは配信を終わります。夜配信はなしです。それではぜひお待ちしてます。お渡し会リュウから受け取ってください。それではバイツーン、またねー、バイツー。